台本通り一言一句必ずお願いね。はい。ほ、これからランがお題を発表するわ。一回失敗で即失格よ。だそうです。まずは優しさで勝負。かわいそうな金貞様を優しく助けてあげてね、とのことです。開門。少々に呼ばれて来てみれば。僕でも夜でないわ。多少の保証も寝ねきっぽで力だよ。あ、すみません、やっぱり私は足りないです。こんな大きな体で保証なんて恥ずかしい。カオトラ様、まだ諦めてはなりません。皆を倒して保証の座を勝ち取りましょう。戦国一の妖怪の座でも狙ってるのかしら。戦国一の妖怪の座なんて私には無理だ。だって明日が一戦。嫌な予感。よし、逃げよう。開門。女の勘で勝負よ。手だれの忍びの分身の術、あなたたちに見破れる？開門。五人のうち一人だけが本物よ。でもよーく見たら分かっちゃうかも。です。兄弟、父上からの届け物を預かってまいりましたぞ。お相手いたす。大丈夫、ねねみこの半分は優しさだもん。救援要請したい。いよいよ次は誘惑勝負よ。魔性の色化で男を誘い込んじゃって、うん、だそうです。
で男を惑わそうなど調子、わしが女どもに灸を据えてやるわ。いい手ごまになりそうね。あの手の単純男に転がすのも簡単。コロコロコロ、楽しくなってきたのじゃ。もっといろんなものを転がすのじゃ。いざ戦わん。優しさだもん。悪い子だね。
の半分は優しさだもん。おめでとう、よくやったわね。でもこれで終わりと思ったら大間違い。魔性に張り合う唯一の敵、それは美少年。このラン様に勝ってこそ戦国一の魔性。結局私も戦わなくてはならないのですね。勝利条件変更、開門。あれは勝者への賞品のようですね。もう終わりじゃダメなんでしょうか。頑張っちゃったよ。うんうん、という強さよ。入るか、気のほど知らずめ。敵将撃ち取ったよ。負けてしまうとは。
一の魔性の美女はあなたに決定です。ねね忍法で魔性も小性も一コロ、うちの人もきっと喜ぶね。